皆さんこんにちは、チームガムでーす。さあ、本日はさあ、どこですか。グランドスクエア、ケシーなら柏原子さんに来ました。来ましたね。ここ初めてじゃないですか。初めてですよ。で、まあ、僕たちのワンマンライブに出演してくださる皆様と一緒にこう打ち合わせという形でね、はい、ダンス合わせという形でさせていただいたんですが、はい、皆さんは知りません。あ、マジ知らない。 こっちも逆にドキドキよ。いやもうてるだ、ね、これ反応こうどうしようかねえ、どうする来ちゃったみたいなね、うわーっていう感じでちょっとね、うん、驚かしに行ってみたいなと思いまーす。すごいすごいっすね。こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。すよ、めちゃくちゃ出ます。こんにちは。こんにちは。みんなご挨拶しましょう。気をつけピー。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃカメラ回ってる。プラスアルファ の, あのスキルを磨いてくださるっていうところに力を貸してくださってます。そういう道もあるので、しっかりどこにチャンスが本当に転がってるかわからないので、今日加山社長来てくださってるので、しっかりいい顔で頑張ってください。俺はチャンスかもしれないよ。チェさんがおっしゃった、まあ、会場が広くて、要はこの距離で弾いてるお客さんばかりじゃない。例えばじゃあトルコがここで撮ったら、こう立ってこうしで、これでイントロが流れる。おー、ココナちゃんはどんなプレゼントにしたの？私はね、インスタのストーリー見て可愛いって思ったマフラーを買ったんだ。おめでとう。ありがとう。メリークリスマスっていうのをメンバーと一緒になってお客さんに向かって言ってる感じ。はい。今日はみんなありがとね。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ綺麗になってるでしょ。すごい、すごい。なんか失礼します。お待たせしました。先生ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
こととかはさ、今日初めて舞台のサイズ見たから、それは調整したらいい。みんなの態度があかんと思う。困れてあんなダラダラ出てきていいと思ってんの？イントロの部分もボーっとしてるし、あの子リズム取るって言わへんからな。1分1秒気づかんといて。いつもの舞台と違うって言ってるやん。みんなガムさんのファンがお金払って、大事な時間使って、大事なお金を払ってきてはんねん。そのステージを良くするためにみんなは信頼されて呼ばれてんやろ。なんでお返事ができん？私はね、インスタのストーリー見ていいなって思ったマフラーを買ったんだ。ごめん、フラッシュつけ忘れてた。はい、チーズ。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、あなたに。お名前なんですか？葵に決まってんだろ。え葵くんか。葵くんやわ。葵くんか。自分たちの出番じゃなくてプロの出番出させていただいてるっていうところで、やっぱりプロ意識っていうものを今日は、学んでもらえたと思います。楽屋でどんなことがあったかとか、どんな気持ちだったかっていうのをお家でちょっと振り返ってお話聞いてあげてほしいなと思いますので、今日はたくさん褒めてあげてください。泣いてる。お、知ってる。大丈夫。小さい子たちは多分初めてのステージとかなと思ってて、ナンバーハッチで踊れることが多分そうないので、すごい機会になったんじゃないかなと思います。で、大きい子たちも大きくなってから、また同じステージに出させてもらって、すごい違う感じ方をしてきたんじゃないかなと思うので、これをまた次のステージとかに活かしてもらえればと思います。ありがとうございます。パチパチパチ。